あ、ここで、ここ最後ですね。ここ最後2つで分かりましたね。はい、どうもこんにちは、鈴木監督と申します。森哲先生と、たわしさんが、これボツだよ、ボツ、いつもあったボツボツということで、文法語法とかっていうところでは、たわしさんの方が上ですね。まあ、もう一回か、おもっとやりたい、おわすごい、めちゃくちゃやりたがる、ま、これ何、後ろ行くと簡単だと、後ろ行く、前行くと難しいですか。じゃあ276、276、お最後の、お一番最後に行く、おわレベルが上がってますね、だいぶ、はい、高いですね、果敢なるチャレンジですね。あの、いや、1個目やって分かった、はい、やっぱ読んで素直にこうスッとくるのが、俺悪いけど試験中だけど声出すからね。ダメージだ。ケミカルスタンドアウトトゥビー、さっきのより難しいですね先生。はい、2番 Government Government By the people By the people for the people The government バイが2回やった。 The government has adopted a strict なんでこんな基本的な前置詞が難しいんだよ。一番難しいじゃん。もうちょっと選択肢に偏るじゃん。そこ気にしちゃった。あのさ、選択肢ちゃんとバランス化してる？意識してないの？なんか全然一緒だったんだけど。クレームがすごい。合ってたらですよ。わかんないです。ウィリアムソン。ウィリア。なんでこんな名前にしてんだよ。普通の名前してくれ。ミスター・ウィリアムソン。口が止まらない、今日も。ミスター・ウィリアムソン・ハーズ。行きました。早いな。コンダクターでしょ？コンダクター。コンダクターってこれだよね。コンダクター。それと同じですよ。コンダクターですね。語源という。ミュージックの後に名詞、エンスージアズムで、情熱でしょ？答えていいのか答えちゃう。エンスユージアズムが情熱っていう名詞だよね。答えていいのかっていうね。エンスユージアズムって知ってます？エンスユージアズム、情熱ですね。情熱ですね、はい、情熱かなっていう名詞、それが名詞かどうか、ね、エンスユージアズム、それがミュージックって名詞、ミュージックをなんか就職する感じの単語じゃないさあさあさあどうぞ。じゃあ名詞やっぱおかしいんだろう。僕は B にしましたけど。そんな言っちゃうんですか、ね、だからあ、お、A、さあ行きましょうか。CBE ほうほうほう、あどうでしょう。お、結構分かれてますね。前半は全然自信ないね。さあ最初ですね。The chemicals turn out to be なんとか safe ね。はい。Turn out to be どうですか。勉強しました。Turn out to be と分かる。あ、お、さすが。いますね。はい、はい、safe っていう前ですから、答えは C、environment safe ですね。はい、正解。おお。形容詞の前の副詞。はい。The company has なんとか new dress code。そうですね。この has っていうのをきちんと、はい、分かっていれば、そうです。過去分詞 instituted ですね。意味が分からなくても正解できる。これ単なるだから過去分詞入れろってだけの話でしょ。そうです。簡単すぎだから入れねえんだよ。まあそうですね。The government has adopted a strict adopt を勉強しましょう。adopt 適用する。ああ、やっぱりそれと間違って、それ間違っちゃダメなんですよ。それは A ですから。ああ。adopt と間違えないように気をつけてください。はい。こっちは採用するですので。採用する。ああ、なるほど。間違えないように。あがついて strict ときてますかね。そうです。名詞の regulation がついてますね。選択肢だ。これとかって意味間違えなくて。おすごい。お今どうなんです？もっと前半かな。差つかず。さあ次ですね。4番ですね。次分かんなかった。The company reimbursed Miss Lawson なんとか all the expenses。これは難しいですね。どうしてもそう。まあトイックだと基礎ですけど、reimbursed ですね。払い戻すですね。お金を。だから reimbursed 人 for お金です。答えは D になりますね。2人ともダメでしたね。2人ともダメ。よし。差がつかず。これはまあ難しいです。トイックだと。リはだからね、リはなんかこうね、リターンとかそういった感じのイン、ね。で、インっていうのが中ですね。バースはパースです。袋です。だから袋の中にお金が戻ってくるっていうのがリンバースです。それから払い戻すという意味です。次が、The building material is of great ですね。はい。まあ、of あって great あるんで、
B の value を入れる。オブ value ですね。今のところ同点？お、同点です。うん、6番。はい。ね、あ、名前に文句してる、ね。そう、名前。さん普通にいる名前ですか。いないって。俺会ったことないもん。それより。ね、ハブタス過去分詞ですね。ハズコンダクテッド過去分詞。意味わかんなかったけど、単なる過去分詞でいいのかなっていう。そうです、正解です。リサーチするっていう意味ですね。あ、ここで。ここ最後ですね。ここ最後2つで分かりますね。次ですね。Thank you ですね。はい。さあ、2人分かれました。B と A で分かれてますね。On behalf of です。B が正解です。あ、いいんだよ。いいんだよ。いいんだよ。On behalf of ですね。この本間違ってんじゃない？間違ってないですよ。On behalf of。ダメだな、これ。なんとか。ずれねえよ、こんな本。なんとかを代表してとか。なんとかの代わりにとかっていうやつですけど、そこを代表してメディアマックスインコーポレーテッド、メディアマックス社を代表して皆様にお礼しますっていう、うん、はい、で次は This theme cruise is for a group of music なんとかですね。さあ最後、グループ of music、 答えは D ですね。 Enthusiasts、 そうです、 D が正解。情熱的な音楽の分類だってことなんでしょ。違いますよ、これ。だから、enthusiast っていうのは、その熱狂的な人です。だから、ミュージック大好きな人たちの一団です。あ、グループオブっていうのは。人々はね、知らない。あの、アーティストの同じ、なんとかシストね。そうです、そうです。情熱家っていうことね、D が。そうです、そうです。情熱家ね。そういうことです。あ、そうそう。あ、暴れる。シャロン暴れる。シャロン。かついた。はい、どうもこんにちは、鈴木貫太郎と申します。森哲先生と何度かコラボさせていただいて、その中で森哲先生から、50過ぎたおっさんでもトイック900点取れるぞ企画のようなものを持ちかけられたんですけども、私英語大嫌いなんですけども、まあ、せっかく東進ハイスクールの超超超一流講師の森哲先生から個別にレクチャーしていただけるなら、まあいい機会だと思って挑戦してみようかなと思います。でコラボの時に森哲先生の方からこんな本をいただきまして、これは、トイック最低600点取るにはこの程度の単語集っていうものなんですけども、メルカリで売られないようにサインもされちゃったんですけど、せっかくいただいたこの本なんで、初めての打ち合わせに行くにあたってまずはこれで 何個ぐらい単語が分かるのかをチェックしてから行きたいと思います。まあ、これチラッと見た感じ簡単で、一つの単語につき一つの文章が書かれてるんで、まあ、読んで意味が分かるかどうかを600個チェックしていきたいと思います。まあ、例えば Jake ordered the product online. The meeting will be held on April 10th. Customer service is available 24 hours a day. まあ、600個のうち何個でいいかこれからチェックしてみたいと思います。 Please place order by email. 簡単じゃん。Mr. Lee traveled to Berlin by bus. 簡単じゃん。 Many people make online purchases these days. Purchase, 購入、知ってますよ。 My secretary booked my flight to Seoul. Booking のとこもたぐらい。The delegation is likely to meet Mr. Yamada. The delegation, Check. 分かんなかった単語だけ一応書き出していきます。見出し語じゃないんだけど、デリゲーションが分かんなかったんで、一応ちゃんとノートに取っていきます。はい、チャプター2まで100個単語チェックしました。で、見出し語じゃないのに結構わかんない単語があって、そのわかんなかった単語とかを書き出したんですけども、アーティクルオンとかっていう記事なんていう言葉は知らなかったですね。まあ、見出し語は簡単だけど、文章内に難しい熟語とかがあったんで、そういったわかんなかったものを書き出しておきました。引き続きチャプター3からやっていきたいと思います。
sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.